続きまして、江津湖花火大会および熊本城マラソンについてご報告いたします。江津湖花火大会および熊本城マラソン、それぞれの実行委員会において各委員に対し開催の可否について意見聴取をしましたところ、中止はやむを得ないとの意見で一致をいたしましたことから、昨年度に引き続き今年度も中止することが決定をされました。両実行委員会の会長であります私といたしましても大変残念ではございますが、新型コロナウイルス感染症の先行きが見通せない中、まずは市民の皆様、来場者の皆様の命と健康を守ることを最優先に考えた次第です。市民の皆様におかれましては、今年度の開催を楽しみにされていた方もですね、たくさんいらっしゃったと思いますが、何卒ご理解をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。